さあ、始めようかな。よし、始めていきましょう。恋とプロデューサー実況ね。やっていきます。上切れちゃってますけどね。気にしないでください。ちょ。横画面にもすらできないね。太陽の下、余すことなく、すべてを君に。もう縦で楽しんでくれ。というわけにもいかんな。達人との勝負。新イベですね。太陽の下、余すことなく、すべてを君に捧ぐよ。まあ。YouTube にも上がってるんでね。公式チャンネルの方でね。それを見ていただければとは思うのですけれども。ワインがもったいね。いいセリフだな。絵綺麗すぎん？これなんだろうな、この動かないで。金の表現が素晴らしい。あ、見せられなかった。マウスカースの位置がすげえ変わった。ちょっと待ってね。はい、ちょっとね、横にしてたんでね、それを戻しました。アラブ、ちょっと待って、俺が小せえ、アザラシが小さい。はい。アラブ感なる夢、どうなんすかね。アラジンみたいな感じですけども。どうなんすかね。普通に水着イベとかはやらないんすか。恋とプロデューサーに関して言えば。やらないんすかね。なんだろう、あんまりまあ、冬にやるイベントでもないか。なるほどね。考えたね。よし。じゃあやっていこう。とりあえずストーリーを進めていこうじゃないの。ね。あ、しまった。先週から進めてないのがバレちゃう。ちょっと一旦ストップしてみます。ほい、ということでね、ストーリーの追加ね、やっていきます。事務棟。電話での報告をしてから、私は母校である高校へ向かい、無事に取材の約束を取り付けた。ん？そんな話だったっけ？先週のことをもはや忘れている。先生、ありがとうございます。それでは明日9時に向かいます。何の話だったかな。放課後の夕暮れ時、校内のあちこちに、ああ、これはもう高校時代のあれか、回想か。私は思いっきり深呼吸をした。久しぶりの母校、違うな、全然回想でも何でもなかったわ。高校な、高校はあれだわ、2回目の大学受験をした時に、成績証明書みたいなの、卒業証明書みたいなのをさ、出さなくちゃいけなくてさ、すげえ久しぶりにわざわざ高校のジムのところまでもらいに行った記憶がある。センターの証明のためにね。誰も知らん、みたいな感じ。先生とかも誰もみたいな感じで、誰も知らん、誰も声かけるほどのあれはない、みたいな感じでしたけどね。一回卒業した後なんかこう、もう一度、高校とかに行ったって、なかなかな。そんな知り合いの先生とか、いるってすげえよな。そういう人もいるんだろう。俺はそうではなかった。いきなりなんか音楽が、誰かが転がる石を誰かが足止め、私をまず顔を上げた。上が、ちょっと待って。俺この大きさでやるつもりじゃなかった。そう。そう、こっちでした。ああ。自分で考えたのに忘れちゃってんじゃん。はい、この大きさでやっていくんだった。目の前に両手をポケットに入れて静かに私を見ているくしゃくしゃ髪の頭の男性だ。言うほどくしゃくしゃか、これは。サラサラストレートヘアっちゅうんじゃ、これは。ああ。テンパバカにしとるだろ。進まない。あ、すんだ。黄金色の木漏れ日がその顔を照らす。涼しげでミステリアスな茶色の人に。それはあってますね。先輩？どうしてここに？先輩の目にかすかに笑みが浮かんだ気がした。私は、彼は私を見て、私が話し出すと待っている。一番先輩のキャラが薄いんですが、新番組が新選組に見えた。
新選組に見えた。新番組の準備で学校に取材のお願いに来たんです。へえ、学校に取材。彼をうつむくと足元の衣装を蹴った。そうね、なんかやっぱあの番組のテレビ局の番組のプロデューサーともなればね、やっぱ母校ぐらいとは密にこう連絡取れる立場じゃないとまずいのかもしれないですね。いつでも生徒を使えるみたいなね、それ大事。はい。水曜どうでしょうのさ、大泉を拉致するアメフト部とかもさ、あれも藤村のあのこの話わかる？この話いきなりしても全然わからないかもしれない。藤村の母校が北大だから北大のアメフト部とか呼んでたりするんだよなあれ。やっぱりこうテレビ局のなんかこう関係者ともなるとね、出身校とのやっぱあの太いパイプは結構大事になってくるのかもしれないですね。まあ、大泉は別に北大でもなんでもないしけどね。あれ札幌学園大学だっけ？北海、いやあんま知らない。北海道の大学事情あんまりよく知らない。じゃあ先輩も行きますね。私まだ用事が。先輩は顔を上げて私を見ていた。どこ行くんだ？あ、どこ行くんだろう。リンさん、誰リンさん？あの校門で左の路地にあるラーメン屋さん。もうこの時間だと閉まってる。早くね？ラーメン屋にしては早くね？創業数十年、創業十数年のあの店は売り切れごめんで、いつも3時から4時には閉店してしまう。ええんかそれで。3時から4時で。とりあえず行きます。閉まってたら明日また取材の申し込みに来ればいいですし。どうしてあの店じゃないとダメなの？なんかあんだろう。あの店、壁一面に付箋が貼ってあるんです。付箋。今ね、俺あの研究室のあの、棚のところにね、ボードをつけてね、なんかコルクじゃねえわ。なんかこの、プラスチックって言っていいのかな。発泡スチロールの、あの青いボードをバシバシッと置いてね、そこに付箋貼りまくってる。付箋貼ってあの必死に薬品の名前を覚えようとしてます。プロブコールとかね、なんだっけ、ラスブリガーゼとか、あとなんだっけ、あのナファゾリンとか。おい待て、俺薬の名前全然覚えられないんだ。やっぱ頭がもうロートル化してるからね。薬の名前なんて覚えられない。特にあの中枢神経作動性の薬が全く覚えられない。どれがアルファ作動で、どれがベータ遮断でみたいな、全然覚えられない。何の話だ。恋プロの実況しろ。何か考えたんだろうか。私の頭の中にギャングが店を荒らし回る光景が唐突に浮かんだ。ほう。まず失笑した。私は何を考えてるんだろうか。とりあえず先輩について言ってみることにした。ここで一つ。時間的にはまだ短いな。進めるか。あ、またちょっと一旦ターン。よし、じゃあ進めていきましょう。ストーリー。先輩について言っております。白先輩に続いて顧問を出た。学校の両側にはいくつもの食べ物屋が並んでいて、その前の通りは制服姿の学生で溢れ返っている。お。遠くからでもリンさんのラーメン屋が閉まっているのが分かった。これあれだな、スマホで見た方がクリアだな。ちょっと待ってね。ほい、ちょっと色とコントラストと、あとシャープネスを上げてみました。ねえ、ちょっと。これでシャキッとした絵になったんじゃないかな。スマホで見た絵とちょっとね違ってんだよね。それで変えました。やっぱね、綺麗な画面で見たいじゃないの。私は前を歩く先輩の姿を見ていた。彼は携帯を取り出すと一言二言話して通話を切った。店について先輩が入り口の扉を軽く叩くと中から人が出てきた。現れたのは色黒で頬のほけた40から50代のおじさんだった。白先輩を見て驚いた様子をしている。この人知ってる。このお店の店長さんだ。どこに行ったん？ラーメン屋であったんっけ？ラーメン屋だよな。そのまま店頭で何かを話している先輩と彼におどおどしているおじさん、その姿を見て高校時代に見た光景が突然思い出された。あれは高校1年の期末試験中、
図書館での勉強を終えて暗くなった夜道を自転車で帰る途中のことだった。暗くなるまで図書館で勉強できるんですね。別に不思議じゃないか。それぐらいできたか。学校近くの路地に、なんだっけ、誰かがひそひそ声、話をしてる声が聞こえる。た。怖かったけれど、その道を取らないと家は帰れない。私、勇気を出して自転車を、ここがさ、入りきらないんだよな。入りきらないのにすぐ上にスクロールされるからさ、読めないよ。自転車は漕いだ。話している人たちにチラリと、話している人たちをチラリと見ると、ラーメン屋の店長が制服を着た男子生徒にお金を渡しているところだった。どういうこと？知り合いかと思って見ていると、その男子生徒が私の方を振り向いた。おっと。間違いちょっと手が触れてしまった。んで？あ、あの人、3年生の白線。あ、2学年上かい。よく名前分かったな。ね。3年の名前とか、覚えてた？皆さん。高校1年生がさ、3年の先輩の名前とか覚えてた？しかも1年の、期末試験。どの期末試験にもよるかか。夏とかの期末試験じゃないの。カツアゲ？私はちょうどその日の午前中に先輩のカツアゲの噂を聞いたばかりだった。クールなイケメンといった雰囲気の彼の顔が急に恐ろしいものに見え始めた。そんな、学校で噂になるようなイケメンだったんでしょうか。怖い先輩。そのことがきっかけで、白先輩は周辺のお店からお金を巻き上げるボスとして、私の記憶に刻まれることになった。我に返ると、先輩はまだ店長さんの話し込んでいる。ブルブル震えている店長を見て、私は彼についてきたことを後悔していた。おお、やっぱカツアゲを今でもしている。なるほどね。何ボケっとしてるんだ。入るぞ。あ、本当にいいんですか。店主若いな、おい。もうちょっとなんか、年取ってくれてる方がいいな。一体どういうことだろうか。私は混乱したまま先輩に、これラーメン屋の佇まいか。まあ、全体像で見るとラーメン屋っぽいか。全体像で見るとこんな感じ。いや、ラーメン屋か、これ。にわかにはラーメン屋と言い難いな。もっと黄色くないと。ラーメン屋。もっと黄色と赤と、そういうカラーリングがいいな。どうぞ座ってお待ちください。ただいま麺を茹でておりますので、あと5分もすれば出来上がります。即席ラーメンぐらいの時間でできるね。それとも、もしかして私たちのためだけに作ってくれてるの？先輩は慣れた様子で、棚から丼2つ取り出すと、私の前に置いた。棚？ちょっと厨房を見てきますね。ん？棚から丼を出すとってどういうこと？どういう状況？店長さんが慌ただしく厨房に入っていく。先輩の動き一つであんなに怯えるなんて、店長さん昔のことが相当トラウマなのかな？あれこれ考えていると、先輩が箸を手を出してくれた。私は一瞬戸惑って慌てて言うけど、わかった！わかったよ！わかった！ラーメン屋でバイトしてたんだね、昔。そんなしょうもない話じゃないよな。そんな誰でも思いつく簡単な話じゃないよな。ラーメンを持っている間、私は店内を見渡してみたが、昔来た時より少し広くなった気がする。シンプルな内装が心地よい。一番驚いたのは、あの壁がまだ残っていることだ。何度張り直されたのかわからないが、今でも壁一面付箋だらけだった。綺麗なもんよ、壁。全然綺麗なもんよ。ああ、私自身も高校時代に付箋を貼った覚えがある。ワクワクしながら自分の付箋を探してみたものの見つからなかった。何のために付箋を貼るんだ、この店は。お待たせしました。さあ、熱いうちに、どうぞ。うわ、美味しそうな匂い。いただきます。ラーメンな。店長さん、出来たての2種類のラーメンを私たちの前に置いた。今日は北海道山わさびラーメンがうちに届いてた。全然関係ない話だ。全然盛り上がるでもない話なんだけど。ポコピーがなんか、頼んでた。山わさびラーメンがちょっと美味しそうで。刺激物なんだけどさ。刺激物のなんかラーメンじゃないと、ちょっともう飽き飽きしてる。ラーメンに飽き飽きしてる俺は。山わさびラーメンちょっと食ってみたけど、めっちゃむせでブホってなった。どんなラーメンやねんって。どんなラーメンやねんっていうぐらい、わさびの刺激の強いラーメンでしたね。皆さんぜひ一度試してください。山わさびラーメン。セイコーマートで売られてる山わさびラーメン。山わさびラーメンね。アマゾンで買いました。
先輩はライトアプリの牛肉麺。なんだ牛肉麺って。黄色の目の上にニンニクの芽とパクチー、薄切り牛肉が綺麗に、何そのラーメン、邪道だよこれは。邪道だよ。焼肉じゃねえ、ラーメンにさ牛肉は邪道だよ。やっぱチャーシューじゃないと許せないね。私のチャーシュー、そう、やっぱそれよ、それ。あっさり系の済んだスープ、ネギとチャーシューと半熟の炒め、これこれ。これこれ、ラーメンって言ったらこれこれ。先輩とはもうあれだわな。もうあの音楽性の違いだわ。解散させていただきます、このバンド。あ、少し。ログ。でもどうして私の好みが分かったんだろう。あ、この麺は大好物で、学生時代授業終わって、早く終わった時はいつも並んで食べていた。でもどうして私のことに何も言ってないの。先輩知ってるわけね。俺の、私のアザラコの味覚が。キモ。先輩キモいっす。可能性があるとすれば。なんだ？髪を垂らしながらうつむいて麺を食べている姿は、家がかかっているせいかとても優しそうに見えた。箸の持ち方。箸の持ち方チェック。まあまあ普通。うちの周りにさ、麺を、スパゲッティみたいにくるくるに巻いて食う人がいるんだけどさ、どう思う？どう思う？麺をくるくるに巻いて食べる人がいるんだけどさ、ラーメンでも。どう思う？まあまあ、なんとも言わないけど、どうとも言わないけどもさ、ラーメンはやっぱラーメンの食い方をしてほしいなって思うよね。テレビとかですげえ食い方する人いるみたいだけどな。テレビの、映像を5ちゃんで見かけたってやつだけどな。5ちゃんだったか2ちゃんだったかその頃忘れたけど。自負で見たことある。すごい食い方。なんかこう、ラーメンの器とかをさ、ラーメンの器こうあったらさ、ここに対して麺をやって、これをこうぐるぐる回して、こう回すのよ。こうじゃなくて、こう回すのね。こう。もう映像で見てもらうしか他ないんだけど。ありえない食い方をする人もいるんだなってね、ラーメンね。私はな、スープを半分飲んだ丼を置いてからハンカチを口元に、どうのこうの。とって美味しいです。とっても美味しいです。学生時代から好きでしたけど、今まで食べた中で一番かもしれません。そうだ、店長さん。ご相談したいことがあるんですが、今よろしいですか？店長さんは一瞬固まったと手にしていた食器を置いてうなずいた。実は、アダラコ映像制作会社のプロデューサーでして、例えばトーク番組の制作をしております。今度こちらの、おーい、お店、番組でこちらのお店の付箋の壁をぜひ取り上げたいと思っているのですが、取材を受けて、お受けしていただけないでしょうか。店長さんは話を聞いて難しい顔をした。私は緊張のあまり胸がドキドキして心臓が口から飛び出そうだった。そんな。百戦錬磨でしょ、テレビのプロデューサーともなれば、この手の依頼はさ、いくらでも断られてきてると思うよ。その中での、首を振った。ダメだ。何か気がかりなことがあるのでしたら、おっしゃってください。いや、そうじゃないんです。あの壁は、妻が作ったもので、あいつちょっとダメなんです。申し訳ないです。何事？私はがっかりする気持ちを何とか抑え、笑顔でうなずいた。テレビに映らなくてもいいんだろ。え？背中のシルエットだけでも十分です。どういう状況？慌てて立ち上がり、約束をした。店長さんは少し考えていたが、最終的に承諾してくれた。ありがとうございます。ゴリ押す。じゃあ、俺帰るわ。食い逃げ。そしてしつこいくらいにお礼を言ってから最後に取材の件を念をした。これほんまにラーメン屋の店内か。いつものようにマンションの下まで送ってくれた先輩に、あ、マンションの前にまで送ってくれたそうですよ。じゃあもう行きます先輩、今日は本当にありがとうございます。あのさ、なんすか、いきなり ASMR ぐらいの声で。明日迎えに来る。なんじゃこいつは、何、死神か何か。上からの指示だ。ほう。連歌市で凶悪事件が多発してるんだ。
お前も単独行動は危険だから気をつけろよ。はあ。まだもう全然枠に収まらないこの恋プロ特有の。わかりました。あ、そういえば明日は会社に用事があるので、そしたら9時に校門の前で待ち合わせにしませんか。それさっきの食い逃げのこともある。彼は取材に同行させない方がいい。明日行くのね。前をひそめて険しい表情をしている先輩は何も言ってくれなかった。エレベーターに乗り、先輩にもう一度手を振った。彼は両手をポケットに入れたままたたずみ、静かに私を見つめていた。手振られた、手振れ。不意に彼がもうずっと前からそこに立っているような気がした。エレベーターを降り、玄関の前まで来た私は、無意識のうちに隣の部屋のドアを見ていた。シオンだったっけ名前が。あの日以来悩むとシオンじゃねえ、シモンね。惜しかったな、シモンね。言わなければゴリ寄せたな。シオンって言ってるけど、シモンって言ってるっていうふうにゴリ寄せたな。シモン帰ってないらしいっすよ。マンションからバイクで走り去るハク。路地に吹く風が落ち葉を巻き上げる。夜の帳が降りる中、走り去るテールランプが一つの光となって闇の中へと伸びていった。結構上の階に住んでると思うよ、アザラコは。まあそうか、別にこれを見てるわけじゃない。このシモンの話だし。ベランダから伸びたシモンの長い影が深い闇の中へと溶け込んだ。足元に落ちていた葉を拾い上げると、シモンは走り去るハクの背中を見送る。あれ？シモンは部屋の中にはいるのかな。はい、てな感じでキャラクターたちは交錯しておりますね。いいんじゃないでしょうか。よろしいのではないでしょうか。この画面なんて上がちょっと映るね。ちょっと上が映ってます。元に戻しましょう。はい、あれ、なんか見たい、携帯見とくか。ちょっと長くなっちゃうな。あ、ちょっとニュースがあるだけだった。よし、じゃあ今日ここまでにしましょうか。ちょっと長くなったかもしれない。長いな。まあ、暇な時見てください。夏休みの、夏の、ほんの少しの清涼剤になればという感じで、恋プロ実況を続けていきます。ほなまた。